ジェームズ・ポール・マースデンは、アメリカ合衆国の俳優、ジミー・マースデンと表記されることもある。オクラホマ州出身、オクラホマ州立大学中退。1973年9月18日、オクラホマ州、スティルウォーター出身、カンザス州立大学の教授である父と栄養士の母の間に生まれる。両親は、彼が9歳の時に離婚している。 年下の兄弟ジェニファーとエリザベス、ジェフとロバートがいる。女優のリサリンドと結婚。息子のジャックと娘のメアリーがいるが、2011年に離婚。2012年には、ブラジル人モデルのローズ・コスタとの間に男児が生まれている。若い頃は、非常に内気だったが、母の勧めで演劇を始めたことから演技に目覚める。家族旅行で訪れたハワイでの俳優のカーク・キャメロンと、 キャンディス・キャメロン兄弟との出会いがきっかけで俳優になることを決意。父の友人を頼りにロサンゼルスへ移り、俳優としての活動を始めた。90年代はテレビを中心に活躍し、短命ではあったが、セカンドノアというドラマにおいては主役級の役を演じた。このドラマの頃から歌声を披露している。メジャー映画デビューとなったのは98年の学園ホラー。 洗脳で、当時、ドーソンズクリークで人気を博していたケイティ・ホームズと共演。2000年のケイト・ハドソンらと共演した、ゴシップでは主役を演じ、同年公開の人気アメリカンコミックの映画化、X メンにおいて目から、破壊構成を発射するサイクロップス役を演じた。2001年には、人気ドラマ、アリー・マイ・ラブに若手弁護士、グレン・フォイ役で13話出演。その後は、 ブラックコメディクライムチアーズで頭の弱いクォーターバックをゲイリー・オールドマンらと共演したアメージング・ハイウェイ60では悩める主人公を演じる。2003年に X ・メン2に出演した後は全米でサプライズヒットとなったラブロマンス君に読む物語でヒロインの婚約者論を演じた。 2004年から2006年にかけて、日本劇場未公開の作品では HIV を題材にしたザ・ニホース・デーで、ゲイの青年役、グレン・クロース、エリザベス・バンクス共演のハイツでは隠された過去を持つ弁護士を演じ、マフィア映画、狼の街ではジョバンニ、序盤にリビシラと共演。インディーズ映画への出演が目立つ年となっている。その後、X、メン、ファイナルディシジョンは、 少ない出番となったが、その代わりに、スーパーマンリターンズでは、ヒロインのロイス・レインの婚約者、リチャード役を演じた。2007年、大ヒットブロードウェイミュージカルの映画化、ヘアスプレーでは、主人公の憧れの番組、コーニー・コリンズ賞のホスト、コーニー・コリンズを演じ、歌とダンスを披露した。続く、ディズニー映画、魔法にかけられてでは、 おとぎの国から現実世界へやってきたエドワード王子を演じ、再び歌声を披露した。2008年、キャサリン・ハイグル共演のロマンティックコメディ、幸せになるための27のドレスは、近年のロマンティックコメディとしては好調の7500万ドルを超えるヒットを記録。続く、ティーンコメディ、セックスドライブでは、主人公の少年をいじめる兄役で再びコミカルな役を演じた。 2009年は、キャメロン・ディアス共演のスリラー、運命のボタンに出演。2010年、マーティン・ローレンス、トレイシー・モガンラと共演の、ハウエルズけの、ちょっとおかしなお葬式のハリウッドリメイク、デス・アット・エフューネラルに出演した。2011年は、アルビン、歌うシマリス3兄弟のスタッフが再集結する、CG アニメーション、イースター・ラビットのキャンディ工場に出演したほか、 1971年のダスティン・ホフマン主演のスリラー、わらの犬のリメイク作に出演した。2012年2012年には2008年のベルディ映画、ロフトのリメイクへの出演が決定し、カール・アーバン、ベントワース・ミラーと共演する。この他にも、フランク・ランジェラと再共演する、素敵な相棒、フランク・ジーさんとロボット・ヘルパーとキルスティン・ダンスと、アイラ・フィッシャーらと共演する。 バチェロレってあの子が結婚するなんて、の公開が控えている。また、2013年には、アズクールアズ、IAM で、クレアデインズとの共演が決まっている。2009年公開予定だったネイルドは、撮影が完了していない。2011年3月テストスクリーニングが行われたが公開されるかは不明。2000年秋、X メンのプロモーションのため、ファムケ、ヤンセン、 アンナ・パキンと共に初来日。2008年春、魔法にかけられてのプロモーションのため、来日予定であったが、急遽新作の撮影に入ることになり、日程直前に来日中止に。一緒に来日予定だったパトリック・デンプシーは、フリックス氏において、ジミーは来日をとても楽しみにしていたんだよ。しかし新作の撮影が始まってしまい、とても残念がっていた。とコメントした。 ありがとうございます。